どうもこんにちは、もと申します。毎度おおきに。本日はですね、初見ストリンガー4人 VS 初見ワイパー4人トントン説ってのやろうかなと思います。いや、スプラ3でね、新武器はこれ出たというわけでございましてですね、ストリンガーとこのワイパーと、出ました。まあ、どちらも新武器なんで、まあ、連動っていう分ではですよ、もうスプラ2から引き継ぐものは一つもないんじゃないかなと。お互い初見なら、まあ、トントンなんじゃないかなと思います。はあ、操作がむずい。さあ、1射目縄張りから見ていきましょう。いうところで、なんか左のプレートなんか全部一緒やな。なんや。さあ、トライストリンガー4人と、さあ、対するはワイパー4人だ。さあ、頑張れ。さあ、自動カメラオンになってるな。これ、感染の操作がね、若干スプラ2と変わってて、なんか間違ったらごめんなさい、本当に。さあ、塗ってるぞ。まあ、縄張りなんでね、ちょっとストリンガーがかなり塗り弱そうな感じはあるけど、そこはキルで挽回したいところや。さあ、なんやね、今、床歩いてそれ。これあれやな、名前出えへんくなったな。これ、誰にこれカーソルが合ってんのかよくわからへんな。なんなんやろ。さあ、自陣をきっちり塗ってるのはワイパー。さあ、5.1 チャンネル。さあ、5.1 チャンネルだ。さあ、5.1 チャンネル。さあ、ハンコで引かれました。いうところでございましてですね。あ、まあ、けど結構ええ勝負ちゃう？1キル取ってて、2キル取ってて。まあ、塗りはワイパーの方が強そうやけど、今キルはね、ストリンガーの方が取ってる感じするな。いいぞ。初見でやっぱなかなかワイパー使うの難しいか。どうしてもキル速が遅いのと、このための使い方が難しいよね。うん。さあ、まあ、このウルトラハントってなんや。さあ、撃ってきた、さあ、撃ってきた。さあ、さあ、上空撮った。あ、まあ、塗りは5分ぐらいだ。塗りは5分ぐらい。さあ、いや、もうほんまに今んとこめちゃくちゃトントンですよ。いい感じ。うん。あ、撃ってる撃ってる。さあ、あーっと、これはちょっと夢もですが入ってしまってる。あーっと、これ飛んできて飛んできて飛んできてる。さあ、飛んできてる。あ、いい勝負やな。ほんまにええ勝負やん。めちゃくちゃええ勝負。今回ですね、そう、腕前もですね、あ、いいいい、なに、イカロール使っていって、いいですよ。さあ、今回ね、腕前もね、きっちり一緒の人連れてきました。X が1人、で、X も、2、4ぐらいの人を1人ずつ。で、S プラスが2人ずつ。で、S が1人ずつ。もう本当にもう、めちゃくちゃいい。うん、めちゃくちゃいいです。適当すぎるやろ。さあ、めちゃくちゃ抜けてるぞ、敵陣にさ、塗っている。さあ、いいぞ。さあ、ポン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 打って、ポン打って、ポン打って、さあ、5.1 チャンネルだ。さあ、5.1 チャンネル。さあ、なんか、この人あれか、この人もしかして X かな。そなんか、その、あれがわからへん。あ、この人 S プラスの人ですね。はい。これね、ZL かなを押すと名前が出るみたいになってますね。ほんまになんか俺がプレイしてるみたいな画面になってるね。なんか、パッと見感染ってわからへんよな。あー、やられた。さあ、どうだ。あ、結構いい勝負してる。ほんまにいい勝負。あー、ワイパーコール3です。さあ、これは一気に、ストリンガーが塗り取れそうな感じだ。さあ、どうだ。どこに撃ってんねん。空に向けて撃っとるかな。あー、これはだいぶオレンジ。ストリンガー側かな。うわー、まあ、言うてええ勝負か。自陣塗りが綺麗やったからか。いやー、一戦目はストリンガー。いや、なんか塗りはワイパーの方がいけそうかなとか思ったけど。まあ、なんか墨の方塗るのがね、塗りやすそうかなと思ったけど。いやー、ストリンガーやったな。これは面白い。さあ、お次はガチエリア。これどうなんやろうな。まあ、打開のスペシャルで言うたら、ハンコの方が強そうかで、いや、わからんな。微妙やな。これもええ勝負になりそう。さあ、ステージ、ちょっと見んの忘れたけど、なんかあれか。あれか。いや、やから市場みたいなとこや。やから市場。オッケー、行け。さあ、行け、いいぞ。おーっと、これは1キロ入れて、おーっと、入れ確保してるわ。弓だ。ワイパーじゃない。じゃあ、ストリンガー。さあ、この人 X の人や。うん、X の人。あーっと、これはうち。さあ、一人デスしてるが、裏から回ってきた。さあ、ハンコが来た。おー、うまい。使いこなしている。いや、初見なんですよ、本当に。初見の人集めてきたんで。あーっと、これは、いいぞ。ストリンガー抑えている。さあ、どっしり構えてね、チャージキープしようとしてできてなかったですね。さあ、塗り返してるのは、ワイパーチーム。さあ、ちょっとこれ、エリアを先に確保したいが、佐藤だ。うわー、確保したかった。うわー、確保したい。うわー、これ、あー、けど、ハンコ来てる。おー、確保できたー。ナイスー。いいよー。さあ、早終わってくれたら困るんやから、いろいろこっちも。さあ、抑えで、まあ、高台に対して、まあ、トピ
ビドはいいよね。うん、邪魔はできる。おっと、キル取ってるよ。さあ、これもカウント進みそう。さあ、いいじゃないか、いいじゃないか。ええじゃないか。さあ、カウントリードできそう。さあ、打開側どうだ。あ、けど、キル取ってるぞ。ええ勝負、ええ勝負。さあ、これはキル取って、ああ、これはけど、カウントリードはされたけど、打開できそうな雰囲気はあるよ。さあ、ちょっと先にスペシャル貯めて、先に打ってから前出たいが、さあ、打ったけ。さあ、ビャンビャンマン、言うて、これで邪魔してけ、邪魔してけ、邪魔してけ。おー、キル取ってるよ。あ、意外とキル取ってる。おー、いい。これ打開できる。おー、勝負やん。こういうのが見たいよね。勝負見れてます、皆さん。本当に幸せもんですよ、皆さん、本当に。なんなん、もうさっきから。なんかもう、なんかね、なんかなんかですわ、こんなんもう。さあ、ええ勝負。さあ、これはワイパーが取り返して、ワイパーが、これ、再び抑えに入っていくという、再びか。さあ、トピドいいね、トピドいい。うん。一発分、やっぱりね、空に打たせるというところで、もう一回ね、チャージさせないといけないんでね、ストリンガーをね。あーっと、これは、おっと、イカロールで。避けようとしたけど、まあ、なんなら自分から当たりに行ってましたね、今のね。え、けど、その新アクションをね、積極的に使っていく姿勢。俺は嫌いじゃない。うん。さあ、て言うてね、これ、あの、スプラワンの、あれやな、ちょっとリミックスみたいな感じやな。へぇ、そんな BGM もあるんですね、ほんとに。さあ、いいですね。私、今これね、まあ、実況というか、なんかその、解説、半分解説してるんじゃないかっていう雰囲気は出してるんですけれどもね。まだほとんどスプラトゥーン3やってないっていうね。まだ1時間くらいしか実はプレイしてないんですよ。そうなんです。さあ、ワイパーが、カウントリードしていて、なおかつ、抑えていますね。さあ、いいですよ。さあ、ストリンガーはここで打開していきたいが、さあと来たよ、さあと来たけど、これはまあ、受けれると。さあ、これはもうペナルティがなくなって、あ、けど1キル取っている。さあ、これ残りワンチャンスしかない。ちょっと前に出て、ストリンガーキル取ってきたい。さあ、どうだ、取れるか。さあ、塗ってる。塗ってきながら、おーっと、カウント止めた。さあ、どうだ。あーっと、これキル取りたいな。うわ、きつい。さあ、ワイパー塗ってる、塗り返してきてるぞ。さあ、ここはキル取って、あー、止めないぞ。3、2、1、おーっと、止めた。ギリギリ、1キル、ギリギリ。さあ、いいですよ。なかなかいい勝負だったら、さあ、ここで半端だ。さあ、ここは1ボタジンで来てるか、1キル。そして、後ろから来てるが、さあ、1キルは取れない。さあ、いいぞ。ストリンガーが3デスしてる。これはワイパーが抑えて、さあ、再び抑えだ。さあ、なんとか負けなかったけど、まあ、これワイパーが押してるな。さあ、残り45秒切ってる。さあ、これはきついか、3デスしている。わわわ。さあ、残り30秒切った。さあ、カウントも残り10。さあ、ペナルティカードがもうなくなると、即ノックアウト。さあ、これは前に出てやるしかないが、あーっと、これはダメか。いや、ええ勝負やん。縄張りはね、ストリンガーが勝って、エリアはワイパーが勝ちましたから、めちゃくちゃええ勝負。うん。あと3戦あるんで、どうあがいてもトントンにならんねんけどな。さあ、お次はですね、ガチヤグラ、アマ美術大学。これ、どうなんやろ、ルート変わってんのかな、変わってなさそうやな。いや、スプラ3のヤグラ見んのね、実は初めてなんで、あ、関門、あれ、関門1個減った。あれ、1個しかなくない、関門。なんか変わってるね。あ、いや、1個減っただけか。うん、そうやな。第2関門がなくなったんや。いや、あるか。あ、あるかも。ごめん。さあ、これはね、あの、ステージの理解はね、お互いあると思うんですよ。皆さん、スプラトゥーン2やられてた人たちなんで、その辺はあれですよ。うん。さあ、キルした。さあ、いいぞ。さあ、これはストリンガーが人数量取ってるから、これ、ヤグラ進めそうでやられるか。さあ、第1関門。さあ、5、4、3、2、1。おーい、いいよ。いい突破の速さ。よし。いいぞ。さあ、第2関門。まあ、一緒やな。ルートも一緒やし、関門の位置も一緒やな。全く一緒。さあ、なんか関門の突破が早くなった気はせんでもないけど、気のせいかもしれんな。うん、だから余計なこと言うなって。みんな混乱するやんか。さあ、ハンコでヤグラは攻撃しようとするか。さあ、攻撃できない。先ほど奪った。いけるぞ。おい、避けてるか。おー、たぶんない。よし、いいぞ。さあ、ヤグラに乗れ。さあ、ヤグラに乗れ。さあ、26まで来られたけど、まあ、頑張ってほしい。なんやねん。喋ることないんか。じゃあ、喋んなよ、もう。よし。いいぞ。さあ、第一関門。ああ、けど、キルしてる。あ、2キルしてる。さあ、3キルしてる。さあ、いいぞ。さあ、前に出てくれてる人がいて。さあ、いいんじゃないか。さあ、これは進みそうな感じ。さあ、ハンコだ。ヤグラはヤグラ乗ってる側がスペシャル溜まる。多分やけど、スペシャル、変わってなかった、そう。
そうなんですよ。細かいね、違いがあった場合、俺が間違ったこと言ってる可能性が非常に高いんで。あー、けどこれリードできんじゃん。28やろ。26、おーと、カウントリード、ええ勝負、ええ勝負。さあ、最終関門だ、最終関門。さあ、最終関門来てる。さあ、これ止めんのきつい。そう、これね。やっぱりね、ストリンガーのサブがね、ポイズンなんで、なかなか止めるの大変だよ。あー、けど、返したよ、3で。いや、まだまだある。ストリンガーもね、関門あと1個まで来てるから。これはまだまだ分からへんよ。さあさあ、打ってる打ってる。さあ、返せ返せ返せ返していけ返していけ。どん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 、ライブ会場ライブ会場、いけいけいけ。ボン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 、いって。さあ、けど、ストリンガーキル取りたいね。なんかちょっとプチ方向賞みたいなのがあるからな、ストリンガー。うん、なんかその局舎でね、ちょっと壁の向こう側とかにもね、攻撃できたりするんでいいですよね。まあ、キル取れるっていうわけでもないんですけどね。威力がまあ低いんで、牽制はできるんやけど。あー、キルと出るよ。いいよ。さあ、ハンコ、ハンコは来る、ハンコは来る。これ、ハンコ来た時大変やな、ストリンガー。逃げるしかないよな。なんかあれやな、ワイパーの方がやっぱり使いやすいっちゃ使いやすいかもな。うん。なんとなく直感的に使えるよね。うん。あとやっぱトーピードもね、なかなか万能なんで。さあ、再び押してそうなのはワイパーやな。さあ、どうだ。お!ちょっと待って!正面っていうか、あれやな、あ、矢倉はあったか、あそこから入れたか。もう、あれや、なんかもうスプラ3になったことで、もうスプラ2の記憶さえ曖昧になってるわ。さあ、もう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 言って、あーっと、止められた、止められた。あーっと、なんとかギリギリですね。これ、矢倉上にストリンガーで攻撃するのも難しいな。うん。さあ、打って打って、あー、けどこれはダメか。3、2、1、あーっと、これはノックアウト。矢倉はワイパーが勝ちやな。ちょっとワイパー慣れてきたか、みんな。使いこなせるようになってきて、ちょっとストリンガーがそこに追いつけてないみたいな感じはあるかもしれん。よっしゃ、次はホコや。これがいっちゃんわからん。まだ一回もスプラトゥーン3のホコやったことないのに、だいぶ変わったらしいんですよ。なんかそれで、あ、なんかすごい、なんかすごいわ、いっぱいあるわ、なんかわからんけど。なんか、ホコ山がいっぱいある。まあ、だから関門やろ?だからそ、手前のやつからどんどん、このね、ホコ運んでいけばいいってことやんな、多分な。さあ、おーっと、膨らましてるな。おーっと、膨らましてるな。ストリンガー、ストリンガー、さあ、割った割った割った。さあ、どうだ?上、もう取る、もう取りに行く。おーっと、もう取ったぞ。取ったのは、取ったのは、ストリンガー、ストリンガー。さあ、ホコ取ってる。さあ、ホコショは似てる。さあ、これは割った、割った、持った、さあ、リードした。さあ、どこに向かえばいい?どこに向かえばいいんだ、これは。どこに向かえばいいんだ?あ、どこでもいいの?え?どこでもいいのこれ。どういうこと?どこでもいいの?あ、ニッツ。どこでも。どういうことや?誰か教えてください、これ。ほんとに。あ、けど、この動画が上がってるのはね、ちょっと経ってからなんで、みんなもうここやったことあると思うねんな。だからごめん。うん。みんなちょっとイライラするかもしれんけど、ちょっと許して。さあ、ペシ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 言うて、ペシペシ言うてます。で、ここのバリア割ったけど、はぁ、あ、はぁはぁ、どっか一個でいいんか?そう、低い山に行けばいいんか?さあ、一個行ったぞ。さあ、一個行った。あ!キューンってなった。おーっと、下がった、下がった、下がった。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど。で、カウントが52まで進んだ。はぁ、あ。さあ、ペシペシペシ、ペシペシペシ。さあ、カウントをね、取ってるのはね、ワイパーチームだ。さあ、なんか、うん、飛んできて、さあ、飛んできて。あーと、これ、うまいぞ、うまいぞ、下がるところにね、打っていってね、キルは取れなかったですけど。さあ、ストリンガーチームも頑張ってる。さあ、これ、ホコは中央に戻った。さあ、ストリンガー攻めたいね、まだ2しか取ってないから。これ、ちょっとキル取らだね、やっぱどうしても。さあ、けど1キル取ってるぞ。さあ、どんどん入れて。さあ、これを割って、持って、さあ、どこに向かう?さあ、どこでもいい。さあ、2箇所あるのかな?正面に2箇所あるから、どっちでもいいって感じか。で、これは?さあ、関門到達 !53! さあ、これは多分ね、同カウントまで来たんで、後からの方がプラス1されたって感じかな。さあ、ワイパーが、あーっと!ワイパーがこれ !3 デスしてて、あれ多分着地、多分デスするから。さあ、カウントレートした!さあ、次どこに行けばいい?あ、次は本ちゃんか。1個目はどこでもいいんや。で、次が、もうほんまにノックアウトや。さあ、いけるぞ!さあ、いける!なんと!そのまま?ノックアウト!なるほど、そういうルールか。もう趣旨変わってきてるから、そうなってきたら。さあ、ナイス。勝ったのはストリンガー。いやー、これめちゃめちゃええ勝負やん。すごいな。
さあラストはアサリ。ここまでせっかくトントンできてんのになぜか決着をつけようとしてますもう説の意味なんてないんですから。さあ、ステージはスメーシーワールド。これはスプラ2にもあったところですね。いや、いいバランスで来る。スプラ3の新ステージも来るし、スプラ3、スプラ3、ちゃう、スプラ2。うん、どっちもええわ。さあ、アサリね。なんか8個でガチャアサリができるようになったんやっけ。なんかそれは知ってるわ。うん。多分それ以外は大きな変更はないと思うから、これは大体わかると思う。さあ、ガチャアサリ作ったぞ。さあ、誰が作った、誰が作ったんだ、どこにあるんだ、誰が作った、わからない。さあ、わからない。わからないです。あ、この人この人この人、よしよし、いいよ。ほんまにええ勝負やな。なんかどっちかが圧倒的に押してるみたいなことも全然なくて、めっちゃええ勝負。さあ入れた。さあいいぞ。めっちゃ光っとるさあワイプアウトしたし。何この、何この音なんかゴール開いてるとき音なんねんけど、なんなん。鳴らすなら言うてよ。さあ8個できた。あ、いいね。適応してるよ今8からできることを適用してすぐに投げたね。あ、なんか音違うな、こっちは。ほら、うんどうでもええわ。よし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 、打って打って打って、めっちゃええ勝負、めっちゃええ勝負、ほんまええ勝負やん。とんでもない激戦になってるよ。過去一トントンなんちゃうかないや、スプラ2でもね、いや、スプラ3からね、見ていただいてる方もたくさんいると思うんで、ちょっと言っておくと、ま、過去にですね、スプラ2でトントン説結構やったんですよ。で、まあ、トントンなんないんですよね。もうけど、今回過去一トントンやわ。すごい。ものすごいトントン。さあ、カウントリードを取ってるのはストリンガーですが、これ入れそうやぞ、ワイパー。どん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 、はい、ハンコでハンコで前線上げますよ、というところで、そう、さあ、紛れ込んで、アサリが紛れ込んでいる。さあどうだ。さあガチャアサリどこ行った、ガチャアサリどこ行った、ガチャアサリ忘れてきましたか。さあけど入れてる。おっと、カウントリード、ナイスカウントリード。さあデカアサリ2個入れてカウントリードした。さあええ勝負やでけど、50対45。こっちもデカアサリ入れてちょっとね、小アサリちょんちょんちょん入れたらもうあれですよ、逆転です疲れてきた。まあ、なぜかというとですね、これ2本撮りしてましてですね、さっき縄張りで引き分けの動画撮った、もうすぐ後に今これやってるんでね、疲れましたね。さあ入れてるぞ。さあ入れてる。さあこれで追加ちょっと入れば、さあこれは入れれるか。あとこれでかいの作って、さあなんとカウントリード。落ち着いてでかいの作って入れてきました。いいですね。でかいのも20進むのは変わらんかな。うん、けど8個でできるんですよね。いや、もともと10個分って小アサリで言ったら30カウント済む、やつやったんよな。うん。だから、デカアサリを作って、入れると20しか済まんから、悩ましいところではあったんや。けど、今回8個で、24分になったんかな。だからまあ、デカアサリ作って入れるのも、まあ結構選択肢に入ってくるよね。カウントいっぱい進めたい時も。さあ、入れてる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 。さあ、カウントリード。勝負やん。こんなええ勝負なことあんの？すごいな。もう見応えたっぷりですね、皆さん、本当に。一番喜んでんのは俺。さあ、あーと、ストリングだと、あーと、そこに、あーと、倒した。さあ、これは結構、これ、ちゃんと入れなあかんな。あ、なんか上にアサリの持ってる数出てない？あれ、これ、感染やから出てんのかな？どうなんやろ？その可能性はあるよね。さあ、ポンポンポン打って、ポンポンポン打って、あーと、1キロ取ってる。さあ、これはストリンガー逆転の大チャンス。ガチアサリの数はもう十分。あーっと、転生してる。あと一人。うわー、苦しいな。あと一人どうしてる？暇してる？さあ、一回これはガチアサリを保持してカウントアサリも。うわー、これちょっと待って、カウントアサリないからやばい。これ、あれを拾わない。あれを拾わないと。やばい。あれを拾わないと。試合が終わってしまう。頑張って拾って。拾って。無理か。うわ、拾えた。あー、ナイス。頑張れ。うわー、無理か。うわー。うわー、頑張れ。うわー、ダメだ。二転生している。あー、ダメだ。もうダメだ。あー、入れられてる。あー、ダメだ、入れられた。いや、めちゃめちゃええ勝負やん。まあ、初見といえど、やっぱみんなスプラトゥーン2やってたから、ええ動きしてたね。めちゃめちゃええ勝負やった。面白かったわ。またなんかトントンやったらやりますんで、また気に向いたら見てください。いうところで、すいません。さよなら。なんで謝った？なんでや？